今日は初めて進撃の巨人についてお会いの場で、なんて言うんでしょう、お話しするので緊張しております。今日はよろしくお願いします。本編よりもこのハンズというキャラクターの内面とか過去をこの今回は描いているので、ちょっと難しく感じたんですね。でなので、あと本編よりももっとこう本編には映してないこう笑い方とか言い方とかバリエーションももっと興奮したいなと思って、あの進撃の巨人のハンジの声優を務めているパクロビさんにご相談させていただき、アドバイスをいただきました。で、あの撮影中もこの叫び方がもっと他にないかなと悩んでいて、その場で電話をかけたらパクロビさんが多分稽古中だったにもかかわらず、あのハンジの叫び方を伝授してくださって、で留守電にもこう吹き込んでくださって、あのすごくあの無事にパクロビさんのおかげもあって、あとやっぱりこう原作だって日本があるので、すごくいろんな方たちに支えられながら、いろんなものをエキスを取り入れながら乗り越えることができました。おとといの夜中までアクションシーン撮ってて、結構もうこの辺とかすごいあのあざになるぐらい、もう結構お互い本気で当て合おうみたいな感じでやってたんです。それにあの本気で当てていいからって言ったら本気で溝を受けられて溝陣を取り当たってしまって、はい、で私うーって言ってたら、最初になんか大丈夫とかじゃなくて今入ったねみたいな。でも僕お返しとして、あの蹴りが見事なハイキックが僕の腹の下に命中しましたよ。ちょっとそれ、ま、アミューズさんに言われるのか。現場入ってまずびっくりしたのが、あのセットが本当にすごくて、映画の世界観そのまんまで、うわ DTV すげえバジェットあるなと思って予算をかけてちゃんと映画の世界観をあのとことんやってやろうっていう、すごくあのなんか現場からの熱が感じたので、あの僕はまあ原作には登場しないんですけど、原作にも登場してるんじゃないかって思われるぐらい、あの自分の役がやれたらいいなと思ってあの現場ではいました。とてもワクワクするような内容になっております。なのでぜひあの本編とともにあの今回の作品も3作品も8月から配信されるということなので、見ていただけたら楽しんでもらえると思います。なのでぜひ皆さん早めに DTV に登録していただけたらと思います。よろしくお願いします。